はい、皆さんこんにちはジャパンタイムズ ST 編集長の高橋ですさあまたまた始まりました「ボキャベルカレッジ」今回はですねこちらの私が編集長を務めます「週刊明治新聞ジャパンタイムズ ST」の最新号の中から大切なボキャベラリーをですね一つ取り上げて皆さんにご紹介していきたいと思いますさあ今週はこちらの記事に注目してみましょう 優しい英語で書かれた記事を読む Easy Reading のコーナー。で、このコーナーに掲載されている英文のレベルは、これかなり抑えてますから、このコーナーの英文記事だったら読めると、こういった方もですね、非常に多いんではないかと思います。さこの週何かと申しますと、皆さんご存知の方多いかと思いますけどね、あの雪男のイエティと、こういったものがいますけれども、中にはイエティのですね、骨とか歯とか皮膚とか髪の毛、 まあ、イエティのものとされる、こういったもののサンプルを持っていると。そういった人もいるんですね。で、今回、そういったサンプルの DNA 解析を行った結果、ほとんどがですね、熊のものと一致したと。まあ、つまり熊のものだったんじゃないかと。こんな風に思いますけれども、この記事の前半にですね、こういった文章が出てきますよ。ちょっとご覧ください。さあ、こちら、イエティに関して、be related to bears。こんな風に書いてあるわけですね。 さあそれでは今週は今今週出てきましたえこの単語についてですねえ勉強していくことにいたしましょうさあそれではこの r e t e d この単語についてですねえまずは意味から確認していくことにいたしましょうこれは形容詞で使われて関係してるとか関連している こういった意味を表すんですね。まずは一番目の意味として、これをしっかりと押さえといていただければと思います。で、二番の意味をご紹介する前にですね、これの名詞形を先に皆さんにですね、お見せしたいと思います。まあ、こちらの方がですね、皆さんにとっては馴染みが深いかもしれないです。relation とか relationship。まあ、機会があったらですね、これらの単語に関しても詳しく見ていきたいんですけれども、これらは関係って意味ですね。で、一見してわかる通り、relation,relationship。 これと rewrited。もう形が似てますからね。え、これは仲間だと。え、こんな風に皆さんわかるんではないかと思います。ま、要するに、関係の形容式だから、関係してるとか関連してるとか、え、こういった意味を表すんだと。というわけでこの rewrited。これは r e l a t i o n とか revision ship の形容式であると。え、こんな風にですね、え、認識しておくようにいたしましょう。 それから、二番目の意味として、こちらもしっかり押さえておいてくださいね。まあ、関係してるから転じて、血縁関係にあると。え、こういった意味で使われることもありますよ。まあ、簡単に言ってしまえば、え血がつながってるってことです。それから、他にもですねえ、動物とか植物なんかが同族の、まあ、要するにつながりがあるってことですね。え、例えば、白熊と普通の熊みたいに。え、こんな風に、動植物同士のつながりがあるような時にも、この r e イテル t e 使われますからね。というわけで、 この形容詞に関しては2つの意味をしっかりと押さえておきましょう。それでは続けて、rewrited。この単語の使い方に関してですね、いくつか例文を通して見ていくことにいたしましょう。まずは先ほど1番で見た、関係してるとか関連してる。この意味での rewrited。 これが使われた例文をですね、確認していきたいと思います。例えば、こんな風に使われますよ。These two problems. これら二つの問題は何かって言ったら are、are r e w i t e d ここで使われてますね。この二つの問題は何かって言ったら、関係してると。こんな風に言ってるわけです。このように r e w i t e d これは関係してると。こういった意味を表す形容詞でしたね。ですから、この文章の意味としては、この二つの問題は関係してると。 え、こういった意味になるわけですね。それから、この文章をちょっと変形させて、続けてこういった形、え、見ていきましょう。え、皆さん、上とは何が違いますか一見してわかる通り、related。え、この前に c r o s s f r e え、こういったものがついてますね。c r o s s f r e ってのは、ま、近くにとか、え、そういった意味ですね。え、近くに関係してるってことは、 皆さん、なんとなく意味が見えたかもしれないですけれども、これでどんな意味かって言ったら、この二つの問題は密接に関係していると。こういった意味を表すわけですね。このように rewrite d この前に crossly。こういったものがつくと密接に関係していると。 えこういったニュアンスを表しますからねえ。というわけで、これ注意していきましょう。このように強い関連を表すような時には、これ覚えておいてくださいね。rewrite の前に、例えば今見た c ロ o s s l y 密接に関係してるとか、他にも strongly 強く関係してるとかですね。それから directly 直接的に関係してるとか。まあ、それぞれニュアンスはちょっとずつ違いますけれども、えこういった副詞を rewrite これの前にくっつけることによって強い関連を表すことができますからね。で、こういった表現をライティングなんかでさらっと使えるとですね、すごく英語できるなぁと、そういった印象を与えることができますから、このパターンに関して皆さんしっかり押さえておきましょう。何らかの形で強い関連を表すような時には、r e イ r i t e この前にこういった副詞をつなげることがありますからね。しっかりと押さえておいてください。 それから続けて、こういった文章に関しても見ていきましょう。いわ、ヘアロス。これなんとなくわかりますね。ヘアがロスするんだから、要するに抜け毛ってことです。あなたの抜け毛は何かって言ったら is、is r e r i t、right、e d 関係してるんだと。最後に to stress。こう書いてありますから、これなんとなく皆さん意味わかったかもしれないですね。あなたの抜け毛はストレスと関連がありますよと。こう言ってるわけです。 さて、この文章にも非常に大切なことが一つ出てきましたよ。皆さん、ここに注文してください。rewrite の後ろに to が使われてますね。このパターンも非常に多いですから、しっかりと押さえておきましょう。rewrite 関連してるって意味なんですけれども、特に何と関連してるのかと。そういったものを明示するときには、rewrite の後ろに to を置いて表しますからね。r e w r i t e d to これで何とかと関連しているって意味です。例えば後ろに stress これをつなげたらストレスと関連していると。こういった意味ですからね。このパターンに関してもしっかりと押さえときましょう。 それから、ストレスつながりで、ついでにこういったパターン、見ていきましょう。ストレスリバイテッドエロネスって言ったら、これでどんな意味かって言ったら、ストレスに関連した病気と。えー、リバイテッドは、こんな使い方することもありますよ。ハイフンを使って、何か別の語のお尻にくっつけてやる。まあ、難しい言葉でこういうの、複合語とか。えー、こんな風に言いますけれどもね。ストレスリバイテッドだったら、ストレスに関連した なんとかとかですね。えこんな風に何かのお尻にハイフンで繋げてですね、ほにゃららに関連したとか関係したえ。こういった使い方をすることもありますから、このパターンもしっかりと頭に入れておきましょう。というわけで、え皆さんここまでのお話は大丈夫ですかえそれでは続けて、先ほど2番で見た血縁関係があると。えこういった意味を表す r e w i t、right、e d えこれに関してもですね、例文を見ていきましょう。例えばこんな風に使われますよ。we are not r e w i t、right、e d t さあこれ、皆さんわかりますか私たちは r e イテッ t e してないですよ、と。こう言ってるわけですから、要するに意味としては、私たちは血縁関係にはありません。要するに、血がつながっていません、と。こんな風に言ってるわけですね。というわけで、これに関しても大丈夫ですかそれから先ほど言った通り、2番の r e イテッ t e に関しては、血がつながってるって意味プラスして、動物なんかが同族のと。 こういった意味もありましたね。実は先ほど見たイエティの記事の中で使われていた related。これまさに動物が同族のと。こういった意味で使われているわけですね。皆さんぜひね、先ほどの記事、改めて見返していただければと思います。さて、ここまでを踏まえた上で、それでは一つエクササイズやってみましょう。今から出てくる文章を英語にしてみてください。こちらです。 さあ皆さん分かりましたか私は彼とは遠い親戚なんですと。まあ、こういったこということで、日常生活でもあるかと思うんですけれども、先ほど言った通り、血縁関係があるっていう時には、rewrited。これが使われましたね。で、なんとかと関係してるっていう時には、rewrited to の形が使われましたから、例えば、rewrited to him ってやれば、彼と血縁関係があると。こういった意味を表すことができるんじゃないかと。 皆さん、こんな風に予想できたかもしれないですね。まあ、これで、彼と親戚であるっていうのを表せるとしても、問題は、遠い親戚。 さて、これ何使ったらいいか分かりましたか実は先ほど出てきたものが、ちょっとヒントになってるんですね。密接に関係してるという時には crossly。これが使われてましたけど、今度は密接じゃなくて、少し遠い関係性なわけですから、結論を言ってしまうと、遠い親戚っていうのは、こんな風に表現することができるんですね。I am distantly rewrited. to him とえこれで彼とは遠い親戚であると。えこんな風に r e w i t e d この前に distantly。これは離れてとか、え遠くにとかえ、そういった意味ですね。要するに crossly の逆、遠くに関係してるってことは、まあ、関係性が非常に遠いんだと。関係してないわけじゃないんだけど、非常に遠い関係性であると。えすなわちこんな風に遠い親戚っていう時に distantly r e w i t e d この形を使うことがありますからね。しっかりと覚えておきましょう。他にももちろんね、いろんな表現方法が可能なんですけれども、彼とは遠い親戚っていうのは、こう表現することができますからね。それでは最後に。 さあ、このコーナー行きましょう。今週のいただき表現です。今週は今出てきたこの形、しっかりと皆さんね、インプットしておきましょう。be distantly r n v i t e d to。これでどんな意味かって言ったら、〜何々と遠い親戚であると。こういった意味を表すことができましたね。しっかりと押さえておきましょう。さあ、というわけで、今回の内容は以上です。また来週、皆さんボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。